危なき反骨心で突き進んでまいります。魅惑のツーリングスポット紹介。夏の冷蔵庫、鍾乳洞へ誘うツーリングです。決して一般向けすることのないマニアックな極物を取り上げるこのシリーズ、ただひたすらに私めの趣味を皆様に押し付けてまいりたいと思います。秩父のシャンゼリゼ通り145を外れ、誰も見向きもしないこの地味な道へと侵入してまいります。かの有名な橋立鍾乳洞がこの先にあるのです。知る人ぞ知る密かなブーム、隠れ家的なとかいう人気があるんだかないんだかよくわからない謎の表現がぴったりの場所です。そもそも鍾乳洞ってどうしてできるのかご存知でしょうか。石灰岩でできた地層に雨が降ると、空中の炭酸ガスや地上の腐った植物の影響で酸性の雨水となり、それが石灰の岩を溶かして穴を開けるらしいのです。天井からはつらら石が垂れ下がり、床からは石筍が立ち上がり、それらが繋がれば石柱になります。1センチ伸びるのに100年かかると言われる偉大なる自然が作り出した芸術作品です。この辺り一帯は約2億年前に5000キロメートル以上も離れた海にあったサンゴ礁が大陸プレートに押し付けられてせり上がってできた陸地なのです。あまりにも壮大な歴史なのでピンときませんが、目に見える現実として秩父で有名な武甲山は石灰石でできており、セメントの材料として削り出されて見るも無残な姿を晒しております。そんなことを言っているうちにもう到着してまいりました。ただ騙されてはいけません。駐車場はここですよという看板に釣られて、何も考えずにここに停めると諸話代を取られます。もうちょっと先まで進むと無料の駐車場があるのです。人生にはトラップがいっぱいです。それを知ってはいてもしょっちゅう引っかかります。さてさて、そろそろ到着するはずです。こんなにも狭い道を登っていった先に本当にあるのでしょうか。看板にはそう書かれていますので、致し方がありません。永遠の冒険家である私めは、困難な道を見かけるとそこを突き進みたくなる性分であり、大概損をするタイプです。ものすごく迷惑な感じになっており、かなり恐縮しております。さあ、どうなんだ。こういうことか。神様は私めに試練を与えて、より強くなるように促してくれているようです。レッツポジティブシンキング。苔むした坂道で U ターンをするなど、なかなか遭遇できない貴重な経験です。一難去ってまた一難、濡れた坂道でもう一度 U ターンを強いられています。立ちボケ動画になるかどうかの瀬戸際を進んでいるところに、さらなる追い打ちが来ております。人様に散々迷惑をかけた後、ついに到着です。ほら、それなりにお客さんが来ているのです。この強烈な押し出しのレトロ感は、間違いなく本物のレトロであることを物語っています。バリバリの仕草で魅了してくるこのお茶屋、一服つけたいところですが、鍾乳洞を早く見たいという小学生のようなワクワク感で足が勝手に前へと進みます。ちなみにここは秩父札所28番石油山橋立洞の境内です。一級山的なお坊さんが満面の笑みで迎え入れてくれます。B 級観展会の怪しげな雰囲気を目の当たりにして、嫌顔でも期待が高まります。あれ、最近老眼がひどくなって文字がよく読めなくなりました。神様なんかいないんじゃないかと思います。とどめを刺されています。元ブログの撮影なのに撮影禁止、どうしたらよいものか。これはすごい。どうしたのか。これはガチですごいです。そして面白いです。
想像の遥か上を超えてきます。ちょっとした洞窟探検を味わえて、入場料はたったの200円ぽっきり。ぜひ皆さんどうぞ。